ボディービルの審査において背中は最も重要といっても過言ではないポーズです。ポーズというか部分なんだけどね。で、これから今いろんな人のいろんなすごい背中を見せていくんだけどみんなちょ後ろ向いちゃってるからちょ誰だか分かんないかもしれないけど説明していくからついてきてね。さあ、秀忠、山岸選手。まあ背中は強いポイントではないよね、彼は。で、最近では最近のミスターオリンピア上位の選手ではセイジャリック・マーク・ミラン。 彼はいい背中を持ってるんだよね。位置も低くて。そのアステティックと、そのでかい背中を両立させてる。で、今年3位のウィリアム・ボーナック。彼はなんかすごい背中の位置が低くて、いい背中を持ってるね。その一体感がある。かといって、ボコボコがないわけでもない。で、これはブランドン・カーリー。これはめっちゃ新しい写真だよ。これはもうね、昨日、まあ、今から言った昨日の大会、彼が優勝して、セジュイックが2位になったんだけど、これはミスター・オリンピア。 から見ても成長してるとすら思うよね。この一体感、アナボリックチキンみたいな感じ。で、r ーリ l ウ w i n k l 彼はね、前から見ると素晴らしいで、背中も広くてボコボコ感もあるんだけど、まあ、世界トップを争う背中ではないと思うんだよね。ナーサン・デ・アーシャーうん、広いけど、迫力には欠ける。そのボコボコ感って言って、3D エフェクトっていうのはちょっと欠けると思うね。背中の位置も少し高いかな。遺伝子的にかもしれないけど。 で、右側ジョシュ・レン・ナイト・ウィーツだね。うん。彼も結構いい背中をしてるね。ショーン・ローレン。2016のミスター・オリンピアン2位。彼はね、こう、フィル・ヒーズと比べると、やっぱり位置が高い。そして、あの、3D 感にかけると思うんだよね。で、昔から行くと、アーノル・シュワーツネッカー。彼はね、いい背中を持っててよ。まあ、このポーズが一番強いポイントではないんだけど、バックダブルバイセップになった時に、結構強かったと思う。 フランコ・コロンボ。うん、彼は1980年代では一番位置が低い背中、その株が一番低かったと思う。そのすごい遺伝子を持ってたね。で、リー・ヘイニー。リー・ヘイニーは背中だめちゃめちゃ強くて、次の写真見てほしいんだけど、他の選手、まあ、両者とも知らないけど、リー・ヘイニーだけずば抜けてるでしょ。これは彼のすごいポイン強いポイントで、ミスター・オリンピアに立ち続けた理由はわかるよね。うん で、トン・プラッツ。から足が素晴らしい勝った選手なんだけど、背中も結構いいよね。強いポイントではないけど。これはサウミア・バヌーね彼の背中の 3D 感というか、まあ、見たら分かるけど、背中の発達は1980年代、ピカイチだったとは思うよね。うん。彼はすごかった。で、左、ケビン・レブロニー。右はショーン・レイ。どちらとも戦い合っていると思う。ケビンに関しては、僧帽筋の この真ん中に見えるのが全体的に僧帽筋なんだけど、それですごかったよね。で、左、ケビン・レブローニ真ん中、ドリアン・イエイツ。で、右、フレックス・ウィーラーだね。うん、で、ケビン・レブローニはバランスが取れたいい背中だと思うけど広、すごい広いわけではなかった。で、右のフレックス・ウィーラーはもうボコボコ感が上に手を上げたポーズで素晴らしくて、彼はもうヘビが。 何て言うんだろうな生き物がいるようだよね。一番広いとか一番でかいわけじゃないけど、これは芸術だと思う。でもう一回ひび左、ケャビン、真ん中、ドリアン、で右、ショーン・レイね。まあ、ドリアンは後で説明するけど。で左、ショーン・レイ。で、真ん中は前紹介したノー・セル・サン・バーツィー。彼はね、ドリアンと戦い合えた選手だから。ドリアンは後で説明するけどね。で、まあ、右、ケヴィン。 で、真ん中、ローニー・コーマン、これも後で出てきます。で、ジェイ・カットラー、左この。この写真だね。で、彼がオンの時には、今の普通にフィルヒースとかよりも広い背中を持ってたのもんね。彼のこれは2009年なんだけど、いい背中。ボコボコ感にはか,かけるけど。で、グンター・シュアキャンプ。グンターもいい背中なんだけど、3D 感には欠けるんだよね。それに対して、オーブリー・バーちょっと発音がわかんないけど、このラッツプレートはね、 有名そこまで有名じゃない選手の背中の中では、本当、1、2を争う素晴らしい背中だと思う。あの足とか、まあ、フロントポーズになった時に少し弱かったから、まあ、そこまで上に立ったことはない選手なんだけども。そして、ジョニー・ジャクソン、彼の相棒背中も真ん中見える。このボコボコ感、これはね、世界でもトップクラスだと思う、本当に。彼はね、足がやっぱ弱かったから、トップには立ってないんだけど、そこまではね。で もう一人のジャクソン、デクスター・ジャクソン。彼の背中はもう well、well balanced。バランスが取れている。で、次の写真見てもらいたいんだけど、次の写真、左から2番目のフィル・ヒープで、カイ・グリーンで、一番右がブレンチ・ボーレン。と比べても全然弾けてないよね。うん。ブレンチ・ボーレンがなぜかこの写真ではめっちゃよく見えるんだけどさ、後ろ姿が続きます。 左側2番目ノーヴァン・アントニーはこのポーズでは結構バランスがよく取れていて、まあ、右のデニス・ウォルフはこれはでかい選手なんだけどで一番右のデイビッド・ヘンリーと比べても結構いいよねでデイビッド・ヘンリーは212ポンドの選手なんだけどさっきなんででっかい選手たちと戦ってたのかよく覚えてないんだけど覚えてないですかわかんないんだけど彼の背中にはボコンっていう一体感があってよかったと思うでこの選手だよこの選手はねちょっと まあ見て,と見ての通り下半身の発達が良くないからそこまで有名じゃないそこまで有名じゃないっていうか俺がわかんないぐらいっていうか俺がわかんないから名前ちょっと本当にわかんないんだけどこの背中クレイジーでしょこれはもうなんか気持ち悪いとすら思っちゃうと思うんだよなんかよくわかんなすぎてこれは有名じゃないにしてもこの背中が見れただけで俺はなんか安心して死ねるうんで一番右のドニー・フリーマンって人は まあ左に J、デクスター、J と行くんだけど、この3選手と比べても、渡り合いぐらいの背中を持ってたと思う、うん。で、この人はね、ジョー・スタープスっていう、まあ、あんまり発音はよく覚えてない、分かんないんだけど、この人の背中もすごいよね。この人もやっぱり背が高い選手だから、足の発達が良くなかったっていうのと、まあ、このラットスプレッドのポーズはピカイチちゃなったんだけど、上を腕に上げると、 そこまで強い選手じゃなかったから、まあ、彼もあんまり有名になれなかったんだけど、リラックスポーズとバック・ラッツ・プレートはもうピッカイチだったと思う。本当にすごい発達が。で、フレックス・ローイズーだね。まあ、迫力とかボコボコ感はあるけど、ちょっと背中の位置が高いから、うん、一体感がないようには見える。で、デニス・ウォルフ。 この選手はね、バック・ラッツ・プレートは素晴らしく広く見えるけど、背中の位置がちょっと高いんだよね、遺伝子的に。それでも迫力が出せてるともう大きいよね。これは、ヴィクター・マーティーネンスかなうん、ヴィクターだね。まあ本当は足とかも、その、基準に入れたいんだけど、今日はまあ背中だけって決めてるから、背中だけを見ていきます。マークス、ルール マーカス・ルールもすごい広い背中を持ってたけどやっぱ背中のコンディションがすごい良かったことってこの選手はないと思うんだよねだからペーパー・ティン・スキンっつってさ髪のような薄さの肌っていうのにはなったことが背中ではないと思うんだよね彼はで今目にしてるのはイグリーンだねなんか不自然に見えるぐらい背中の位置が低いんだけど彼のその授かった背中の位置というのはすごかったねすごいってかでも フィル・ヒーとと比べるとねボコボコ感に劣るというか、まあ、僧帽筋の発達もすごい欠けてる、まあ、J とフィル l と比べると僧帽のいがねちょっとないようには見えるよねでフィル・ヒーズっていうのは、まあ、今のビジネスでは最も優れた背中の一つだと思うこのコブラがいるでしょ背中にでこのコブラっていうのはなかなか出せないんだよその僧帽筋の真ん中とクリスマスツリーが口んとこに口みたいになってるでしょで 後背筋の,その外側が目になるわけなんだけどそれがいないすごいよく出せてるというか、まあ、なかなかそうできる選手はいないんだけど彼はだからチャンピオンなんだけど、まあ、チャンピオンである理由はこういうとこから来てるよね、まあ、一番広いわけでもないし一番どこがでかいとかいうわけでもないけど彼の背中はうんすごさ認めるしかないビッグラミーどこにいるの帰ってらあいた <laughs> ビッグラミーはでかいほん 本当にね今のビジネスの中では一番でかい本当にこれに勝てる人は今は多分一人もいないと思うこの広さにね並んだ時にまあでも彼のその 3D 感が欠けているとか言われてるけど彼はそこを改善年々してきてるからそ今後に期待だと思うでもこの広さを持ってあのフィルヒース並みのボコボコ感を出してきたら多分もう誰も勝てないと思うだから今後に期待だよねで世界ののいろんなメディアの 判断とか、まあ、自分もそう思うんだけどトップ2はドリアン・イエイツともう一人なんだよねでドリアンはもう歴史を変えた背中だし今も二2017年まで見ても本当に最もすごい背中をしてるんだよ彼のねその僧帽、まあの発達後背筋の発達肩の肩の張り出しのラインクリスマスツリーとか全てはねもうパーフェクトなんだよねでもう一人がロニー・コーマン もうドリアンを小さく見せるようなね、僧帽とね、厚み、そして広さを持ってるんだよね。まあ、一番広いとか言うわけじゃないけど、その中に 3D 感を持ってきた。まあ、さっきから同じ言葉ばっか使っちゃって、ごめん、ちょっといろんな選手見てるから、ごめんね、そこは。だけど、コブラもいるし、コブラの鼻がでかいみたいな感じだよね。で、確かこれが2003、J. カ u ラと比べても、まあ、 下半身もそうだけど背中での、ね、差は素晴らしく大きいと思うんだよね。まあ、こんな感じだね今日は。で、まあ、ロニー・コルマンとドリアンが自分的な、まあ、第1位2位だね、うん。どっちが1位とは言い難いねでも俺的にロニーの方が好きかなこの驚かされるような迫力でバックダブーバイセップでもすごかったからね彼は。うん まあ今日はちょっと顔が全然人の顔が全然見れなくてごめんなさいでも背中で誰が誰だかまあ分かるようになったら、まあ、こっちの世界の人間だと思うからまあほぼ分かった人もいると思うけど、うん、誰が好きだとかこのポーズで誰が一番っていうコメントくださいではまた